九百五十三年のコース九百五十三年のルマン二十四時間レースは二十一回目のルマン二十四時間レースであり九百五十三年六月十三日から六月十四日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた九百五十二年のルマン二十四時間レースでピエール・ルベーが十四時間一人で走り切ろうとしたのが危険だったためこの年から 最長を受け持ち時間は連続80周、操縦時間の総計は14時間以内とルールが決められ、一人で24時間走ることは許されなくなった。メルセデスベンツは参加しなかった。タルボはルベーを含む4台の車両を投入した。出走したのは60台、乾燥したのは26台。ルベー、シャルルポッツィ組はタルボでは唯一乾燥し8位。 前年なら、楽勝で優勝できるペースであった。トニー・ロルト、ダンカン・ハミルトン組のジャガーシータイプ、18号車が24時間で 4088.064km を、平均速度時速 170.336km で、走って優勝し、2位もスターリング・モス、ペーター・ウォーカー組のジャガーシータイプ17号車。ありがとうございます。